ゼイリンガー無料だしやってみようどんなゲーム多分エスケープホラーオッケー遊んでみようこのゲームには点滅するライトや叫び声、血の演出などがあります。点滅は苦手だなどういう時に点滅するんだろう敵が出たら全力で避けとこ。こんなに遅くまでロバートといる必要はないだろう今はもう寝てるだろうし。興奮してる息が荒いのは走ってるからかなそうかしら 彼はもう何週間も夜通し働いているの突破口を開くとか言っててここ数日彼れらしくなかったしあと数時間は当番だ終わったら会いに行ってもいいかいもちろんそれじゃあでねヘンリー話したいことがあるの何だいジェシカロバート君を逮捕する 逮捕だと私が何かしたか陰謀、詐欺、怪しい実験。犯罪が行われた証拠はあるのかそれじゃあこれの説明をしてくれ。おう、なんだそれは君が無料で配ってた新薬だ。パブに持ち込んでみんなに飲ませようとしてたやつだ。飲み水に注いでいる目撃証言もある。中に何が入っているのかは誰にも言わなかったらしいな。これはなんだ、何が入っているんだ 俺もこの間飲んだぞ君は安全だって言ってたけどジェシカは安全じゃないって言ってたジェシカ信じるように言ったはずだ話したいことは裁判官に言ってくれ一緒に来てもらう今すぐに私はどこにも行かない君には数人の警官がいるなしかし私には軍隊があるえなんだってあれはなんだ撃て愚か者め彼らは死なないバラバラにしてやる ジェシカ、君も一緒にヘンリー走ってやつを殺せ逃がすなもうダメだここから逃げないと導入がしっかりしてるのいいねまだ目的は分からないけど雰囲気はよしふむ、エスケープ系で捕まったらびっくりタイプだね取引成立だな治療が必要なんだあとどれくらい残されているか空腹では何も考えられない先に食べさせてくれいやこいつはダメだこいつは苦しむ必要がある 迷宮に入れておく。狩りを楽しむといいさ。やっと開始だね。結構動きは早めだね何が起きたあいつに捕まってジェシカ彼女を探さなきゃお操作はシンプルだ左右は移動じゃなくてそっちを向くみたい向いてから前に進むタイプちょっとようやってる分には別に平気。おメモだハローヘンリーこれを読んでいるのなら最後に笑うのは私だな 関わるべきではなかったのだ。ジェシカは私のもので、私の実験は成功し、君は私の新しい友人たちによって引き裂かれる。彼らは君を食べさせろと言った。しかし私を破滅させた君には苦しんでもらいたい。迷宮の中で抗ってみろ。逃げ場はないぞ。君の死に立ち会いたいものだな。さようならヘンリー、死は苦しいだろう。彼らは叫び声が大好きだ。一枚のメモにしては文章は多いな。シナリオがしっかりしてるのはいいことだよ。 メモを残した人物の判断が難しいから読み手は分けないでおく迷宮の大きさが気になるけど歩くの早いから広くても問題ない元が早くてシフトダッシュもあるもんねガラス張り誰ついてくる鏡とかあ鏡で合ってるっぽいそれで意味わからないからスルーで迷宮を抜けるヒントだったとかかな 主観視点だと見えない主人公の服装を見せてくれたのかもねああ全裸だと思われるの対策だねラスボス前の松明の置き方でワクワクする樽は判定なしアイテムとかないか遠くにメモ4枚も見える化け物出てこないねメモを歩きながら読んでいきます早く迷宮で化け物と遊びたいしねまだ聞こえる毎晩眠ろうとすると叫び声がもっと気になるのは静寂 沈黙はいつも最悪の事態が起こることを意味していたかわいそうな人たちごめんなさい知らなかったんです扉見つけたけど鍵が必要らしい扉の位置はそれそうジェシカ彼が何をしていたかどうして教えてくれなかったの知ってたくせに知っていたはずなのにみんな死んだ君は彼の助手だった気づかなかったのか炎の色に意味はあるのかな道を覚えるのにはかなり役に立ってる何の音 いや音がしてから接触まで早すぎない明滅が優しめで良かったね何度も食らいたくはないけどね追い詰められなきゃ避けられそうだったし頑張ろうあ、スタート地点からかまだメモ2枚分読んでないからちょうどいいかもいいボリュームだ彼の論理を理解したいと思えないなぜこれを正当化できるのだろうかどんなものにも価値はあるのに不死が実現できるなら他はどうでもいいみたいだ宝箱からもメモ後ろ 絶対びっくりさせてくるやつじゃんなんかいるな行き止まりだから逃げられなくない見なきゃいいとかうん、はあ、生きてるよかったまた初めからじゃないんだね城が変わる毎日変わる意味がわからないロバートどうすればこんなことが可能なの出口が見つからないまるで魔術だ物や家具の位置が変わり続けている狂っているロバートあなたは何を解き放ったのいった ちど行き止まりじゃないから逃げるよ振り切れるのかな振り切った瞬間に発見判定されてる逃げ切ったのかわからないけど発見された音はしたね何匹もいるとかかなあ、音やんな逃げ切った時の音だったのかもね逃げるのに集中してたら迷子になっちゃうから難しいね たまーに明かりのついてないトーチがあって近づくと明かりがつくから通ってない道は1回だけならわかるよ新しい道を進んでれば何かしらあるだろうしそれで進めるね大広間のメモ的には迷宮の形が変わるらしいけどリスポーンごとに変わるとかかなそれは難易度高いね多分だけど変わらないよ多分だけどシナリオ重視っぽいしそれでオッケーだよマップ覚えちゃえば余裕ってことだねはっ <laughs> これは絶対にお宝鍵ゲット扉の場所は覚えてるもちろんだよ彼女を見つける永遠にかかるとしても俺は彼女を見つけるメモは4枚あるから道中で読むね迷路中って話すことに困るからちょうどいいね周りを見ながらもっと私とトークしようよほら誰かの絵があるよメモ読んでないのにメモ増えたヘンリー緑の火をたどって迷宮の進み方っぽいな巨乳 男の人じゃないロバート、君を止めようとしたんだ。因子を強要し、彼らを酔わせて、何かを与えた。彼らは笑いが止まらなくなっていた。お前はジェシカを連れ去った。お前を必ず見つけ出して殺してやる。彼女を見つける、脱出する、の他に、ロバートを見つけることも目的に追加だね。さすがに宝箱に入ってるとか行き止まりにいるとかじゃないだろうし、迷宮を進めば全部一気に解決すると思うよ。 実験が手に負えなくなった何が起きているのかわからない私はただ彼女を治したかっただけなのに彼女の治療法はないもしも彼女を不死にできればそうすれば彼女はどこ距離が近すぎるんよドンマイおう視界ジャックだやられたらこうなるんだ回復方法は何だろうねなんでこいつらは死なないんだ一匹は刺し殺したもう一匹の首を切り落としたら 頭が浮かんだままになっていた。私はここから出られない。私のことを家族に伝えてくれ。緑の火の方に向かえって言われたけど見当たらない。あ、宝箱あるよ。鍵かなあ、回復え飲むの飲まなきゃ視界ジャック消えないのかなと。ほら治った。何か飲ませて狂わせてくる人の迷宮で飲み物飲むの怖いよ。パブのバカども何を飲んでいるかさえ気にしない。 ロバートがパブに新しいエールを持ってきてみんな酔っ払ってたから全部飲んだロバートはもっと多くの人々にその液体を飲ませようとしている飲んじゃダメだ目も読み終わったよ3枚しか読んでなくないしっかり4枚読んだよじゃああとは次に進むだけだねゴール分かってるの分かってないけど詳しく探索してたら追いつかれちゃう運に頼るしかないってことだねメイロゲーの必勝法でもあるしね あまたメモ読んでる間に敵が止まるかわからないから無理だひどい知らないよ酔っ払ってたから今私は彼らのように変化しているでもなんか違う足が生えてきた視力が良くなった這いずり回りたい指の痙攣が止まらないさあどんどん行こうロバートの新しい飲み物はすごい腕の骨折が治ったとても美味しかったもっと欲しいもっと飲みたい最初はちょっと不安だったけどそんな思いは過ぎ去ったもっと飲みたい 知る必要がある。全部持っていく。彼らのノートを全部取った。よくも私を馬鹿にしてくれたな。彼らの秘密や嘘を全て暴いてやる。鏡なのはわかるけどどう使うんだろう炎の色が違う。ほんとだ。紫の方がかっこいい。向かってみるか。ページをめくる指が痛くてたまらない。破いては。壁に貼る。賢くなった。より良く。 より幸せに、不老不死を解き放とう、誰にも止められない。マキちゃん、読む目も増えたよ。敵に追いかけられてないからノベルゲーみたいだね。最近、気が遠くなりそうだ。風邪をひいたと思う。解毒剤や薬の検査に役立つかもしれません。人間の体は、風邪やインフルエンザを撃退できるから、唾液の一部を採取した。ページの残りの部分には、濃い赤色の液体が飛び散っている。視界ジャックされてるわけじゃないけど、 回復薬拾ったから飲んだよ取っておいた方が良かったんじゃ取っておく意味ないと思うけどどうだろう何が起こったか分かった気がするロバートはあれと取引をしたあれが娘を治せると思ったんだ彼はバカだただの操り人形だでもその怪物はどこから来たんだあ緑の明かりだ進む方向は合ってるってことだねあの生き物たちは どうやっているのかわからないけど私はどこにいるのか知っている私の姿が見えていなくてもいつも私の方に近づいてくる匂いなのか私の匂いがするのかもうやることはカギ見つけてゴールを目指すで変わらないかな大量の敵に追いかけられるよりはかなり好きだよ外周に敵がいるから注意しとこ敵がいる場所でメモ読む勇気がなくてすまん多分読んでる間は敵動かないと思うよ動くインディーズが多いから怖いんよ 考えがまとまらない思考が僕の名前はグレゴリーです涙が止まらない化け物にはなりたくない誰か助けてくださいごめんなさい誰か食べなきゃもっと足が血を飲まなきゃさっき見つけたの含めて読み切ったよふわーっと内容は分かってきたよ何かいるよ襲ってこないなら正解ルートってことっしょそうかも敵がいる気配ないけど読まないの 今のは読んで閉じたよスピードリーディングロバートがジェシカを迷宮の奥に連れて行ったことと迷宮は常に変化するからどこにいるかはわからないってことが書いてあったと思う今までで知ってる内容だねヘンリーへっていうメモは誰からのメモなのか気になるところそれ毎回飲んでるけど正解なのかな化け物になるっぽいよねそう思うなら飲まない方がいいよ化け物に勝つには化け物にならなきゃだよてかこれあれだ どれ通路が広くて部屋もすっごい広いから大型の敵が出てくるはず決戦じゃん戦う手段がないから避けようねこれグレゴリーじゃない足増えてるし雲とっ力がいいのかなさあ避けるのは簡単そうだね最近狭い部屋の中、特殊マネキンきんのぐから逃げつつ壁を壊すホラゲンやったからね楽しそう暗くなった落ち着く自分がいる。 落ち着く暗さには明るすぎるかな何か液体の入った瓶だ爽やかそうだ体調は良くなったが不安だ色やばかったよドリンクバーの全部混ぜと同じ色してたから大丈夫だよそっか飲みたい何でもする絶対飲むんだまたあの感覚が戻ってきたロバートは小さな副作用があると言っていたが全く問題はない気にしない何でもする殺しだって喉が渇いた 古典的なトラップちょっと油断してたよ私はこの病気が蔓延していることを可能な限り記録してきた症状は発熱おかん痛み手足の指の黒ずみなどだこれは私が考えている病気なのだろうかもしそうなら黒死病の治療法はない娘の症状が悪化している私自身も具合が悪くなってきているどうすればいいんだ失いたくない 何とかして色を変えないと、酸化すると見栄えの悪い黒色になる。見栄えを良くするために何かと混ぜなければ、人が飲みたくなるように。前のマップのも含めて読み終わり。雲の部屋短かったから読むタイミングなかったもんね。このマップが長いからちょうど良かったね。ほらゴール。順調だね。彼女は近くにいる。感じるんだ。ただ走るぞ。 とりあえず駆けつけいっぱいおいしそうな色に戻った前のマップのはメモ的に改良前のだったんだろうね開幕のメもなかったけど道中にあるパターンかな道幅広いからまた大きいの出てきそう曲がり角あるから逃げやすそうではあるやっぱ来たね奥が正解ルートっぽい下がって巻くだけだねここまで来るとあんまり怖くはないねびっくり系かと思ってたけどシナリオ雰囲気系でいいなと思うよ タイトル画面から設定資料が見れてねジェシカの胸が大きかったのもいいポイントだったよまあ DLC じゃなくても設定資料が見れるのはいい点でね男性キャラもだけど敵の画像もあったのポイント高いおり上の方うがばくないかなシルバーの宝箱出し鍵最初から鍵もらえるなんて嬉しいね開けそうな場所多いなここじゃないのかおりのじゃない おお檻の中から見える場所に置くのいい性格してるねこれ鏡に映ってた自分くんじゃないの時間かかったわねちょっと敵がいてね大丈夫かええこの部屋ではまだ襲われたことはないどうやってここまで来たの大丈夫大丈夫だ君をここから連れ出しに来たんだどうしようかなここは安全だしあのドアの向こうには何があるんだ外へのはしごですでも俺の後ろにいてなんとかなるさ あの液体を飲みましたかなんでお願い、答えてください。ああ、飲んだよ。なんで聞くんだうーん、ここから出ましょう。案内するわ。やっぱり道中の液体飲んじゃダメだったんじゃ。飲まないとトゥルーとかある感じ信じて、そっちはダメよ。あっちが正解か。ジェシカ助けたし、ついに決戦だね。最後の飲み物で化け物になれたりしないかな。おこれで火を起こせそう戦う手段を手に入れたね。 投げて使うなら良さそう扉開いてたっけさあお、化け物くんロバート飲み物はどうだった美味しかっただろうすごく美味しかっただろう飲んだよどんどん飲んだ飲めば飲むほど私は変わっていった指腕骨どんどん長く幸せだかつてないほどな飲んだら私のようになれる そうなる前に君とこの恐ろしい城は私が何とかする死なない絶対に死なないそれはとても幸せだ死ぬことはないのだ今にわかるさ何もかもが燃えるんだそのための火打ち石火のついていないトーチが8個逃げながらやるの難しい数全部燃やしてしまおう敵から逃げつつ部屋のトーチにスペースキーを押して回ればいいんだね余裕読んでなかった目も読んでもいいまだあったの あと2枚白燃もやす前に頼むドバートはいつもより幸せそうに見える実験はうまくいかなかったのになぜあんなに笑うのそれは不気味でもうどうでもいいって感じで彼女の病気が悪化したのかもドバートは教えてくれなかった彼らはまだ人間だ彼らが犯罪者なのはわかってる中にはひどい罪のやつもいるでもそうじゃないやつもいるなぜ彼らに実験をした彼らはまだ人間だ の2枚がジェシカが捕まってた部屋にあったメモだよ。シナリオ全体像は捕めたね。あと多分もうすぐ終わる。捕まったらバッドエンドいけたりして。フレンド曰くここで捕まると目がやられるレベルの点滅食らうらしいよ。ここまでやってきたプレイヤーなら捕まらないよお、やったぜ。しまった。何してんだ。正気かみんな燃えるぞ。燃える。やめろ。ここから出ましょう。納得の時間制限。これヘンリーは飲み物飲んじゃってるけど生きてていいのかな ジェシカが何とかしてくれるよ多分不安だけど希望を持って脱出するかん入り口に向かうんじゃないのか入り口の扉は閉められたでしょああ見えたうまくいったなちょっとうまく歩きすぎたかもごめんなさい警告しようとしたのに解決にはどれくらいわからないわもしかしたらその本に治療法が書いてあるかもしれないあるいはこの本にもっと悪いことが書かれているかもしれない 終わったんだけどこれバッドエンド割と納得はしたけどマルチエンドあったりするわかんないけどこのゲームは無料だってことは伝えておくねよくできてたよシナリオ重視ホラー好きな人にはおすすめだしびっくり系好きな人にもおすすめ迷路芸としてもサイズがちょうど良かったから文句はないよ1時間くらいでサクッと遊べるのもいいよね引き腕がどっちでもやりやすいようになってるのとフルコントローラーサポートもありがたいけど 操作に関して一番いいところは、常時シフトダッシュ状態にするってコンフィグがあったことだよ。やりやすいようにしてくれてるのは本当に好感度高いよ。やってて楽しかったので遊んでみてくださいね。それでは、また次のゲームで。何かいいゲームがあればまた会いましょう。バイバーイ。